寿命には逆らえん。つなぎの天皇であれば気が楽です。山城の国に移すのが良いかと存じます。お主、盗み聞きしていたのか。いっそのこと遷都してしまうか。来たか、山野部よ。何用にございますか、父上。そろそろ上位しようと思っていてな。能登内親王が亡くなったからですか。それもあるが、私はもう長くない。死ぬ前にお主が天皇になった姿を見たいのだ。縁起でもないことを。寿命には逆らえん。それが人というものだ。山野部よ、この国を頼んだぞ。かしこまりました。父上の顔に泥を塗らぬように。そして井上内親王様、並びに長部親王様に失望されぬよう、神明をとして精進いたします。お前は優秀だが優しすぎる。天皇になるとな、その優しさが仇となることがある。非常な判断を下さなければならない時が必ず来るんだ。よく覚えておけ。肝に銘じます。それとお前が即位した後の皇太子の件だが、私は沢良親王が適任だと思う。沢良は出家をしております。減俗させれば問題ない。あくまでも当て親王が即位するまでのつなぎだ。当ては病弱であろう。しかし父上、いくら天智系といえど仏教とのつながりが強く、天皇にはふさわしくないと思われますが。当てが成長したら廃位して当てを立体視すればいい。そんな卑怯な手を使うなどできませぬ。山野部、何がこの国のために最適なのか考えよ。どんな手を使おうともな。重いですね。それが天皇だ。そうですよね。すまないな、こんな重責を突然担わせてしまって。光栄なことにございます。781年、山野辺親王は公認天皇から上位されて桓武天皇として即位しました。第50代目の天皇です。桓武天皇は即位後すぐに弟の沢良親王を皇太子と定めました。お久しぶりです、兄上様。お主が出家した時以来だから20年ぶりか。そうなりますね。申し遅れておりました。即位おめでとうございます、桓武天皇。ありがとう。皇太子の件も引き受けてくれて感謝する。いえ、つなぎの天皇であれば気が楽です。そういうふうに言うな。失礼しました。お取り込み中のところ失礼いたします。魚中。兄上、では私はこれで。これからよろしく頼む、沢良よ。お任せください。していかがした。小黒麻呂がお目通りを願っておりますが、いかがなさいますか。討ち取った首の数は70余りという報告を受けております。 70? 私は1000の首を持ち帰れと言ったはずだが。私もそう聞いておりましたが、小黒麻呂はすでに軍を解散しております。勝手に解散をしたのか。小黒麻呂にしばらく入居するなと伝えよ。福祉の者たちを先に入れて詳細を聞く。かしこまりました。小黒麻呂はこの後に行われた論功交渉にて昇進したと伝わっています。結果的に大友の増立一人が責任を取らされる形で蜂起の乱は終了しました。蜂起の乱の後処理すまなかったな。いえ、しかし継忠や小黒麻呂ならもっとやれると思ったんだが、恵美氏のことを少々見くびっておったようだ。これより恵美氏平定に本腰を入れます。任せたぞ。はい、では失礼いたします。桓武天皇、立派な姿を見せてくれてありがとう。天皇としての景色を見ることができたのはすべて父上のおかげです。本当にありがとうございました。
またあの世で会おう。極上の酒を持っていきます。781年12月に弘仁上皇が73歳で亡くなりました。仏教勢力と天武系の者たちの様子はどうだ？今のところは落ち着いております。そうか。でもこのまま平城京にいてはいつ何が起こってもおかしくないな。そうかもしれませんね。いっそのこと遷都してしまうか。遷都ですか。平城京内には仏教に関する施設が多すぎる。それと佐保川と陸路での運搬はもう限界であろう。そうですね。それでどこに遷都いたしますか。運搬に便利な大きな川がある場所がいいんだが、山城の国に移すのが良いかと存じます。種継ぐ。お主盗み聞きしていたのか。たまたま通りかかっただけにございます。こんなところでたまたま。四季家の言うことは信用できんな。それは桃川殿だけにございますよ。二人ともやめぬか。同じ藤原で争うな。それでなぜ山城の国に都を。あの辺りは木津川、宇治川、桂川と三本の大きな川が淀川となる合流点がございます。そこに港を設ければ川を遡るだけで都の中に直接入ることができます。なるほどな。三本も川が流れていれば井戸や下水の対策もできるかもしれないな。その通りでございます。恐れながら山城の国はほとんど未開の土地でございます。そんなところに都を移すなど。では魚名殿はどこが良いと思われますか。それは思いついていないのであれば口を挟まないでいただきたい。大事なのは都がどこにあるかではなく誰が都にいるかです。桓武天皇、私休養を思い出しましたのでこれで失礼いたします。まったく、長手殿と桃川殿は北家と四季家の間柄でも仲良くやっておったそうだぞ。おそらく桃川殿は利用していただけにございますよ。またそのようなことを。そんな話よりも遷都の件を。そうだな。それでいつ頃遷都するのがいいと思う。最低限の準備ができ次第一刻も早く遷都するのがよろしいかと。都の造営は遷都した後でも問題ありません。随分と思い切るんだな。心機一転といきましょう。50代目という記念すべき天皇様なのですから。それぐらいのことをする必要はあるか。よし、山城の国に遷都しよう。山城の国は現在の京都府南部にあたる地域で、平城京から見て奈良山の後ろにあることからその名称が付けられたと言われています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は天武天皇のひ孫にあたる人物が起こした反乱、日上川継の乱にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。